はい、おはようございます。本日はですね、買い物をしに、夫婦で来ましたということで、そういった Vlog になってるんですけどもね、あいにくの雨ということなんで車内からお届けしておりますが、もうすぐにね店内に入りたいなと思います。今ちょっとオープン前なんでね待ってるんですが、オープン前でもね、5分前やねんけど、もうなんか普通に特に何もないのにな、レア商品とかないけど、やっぱはい来てますねなんて言いながらね、どういうこと全然わからない、どういうこと、下手なオープニングやけど、まあそんな感じでね、うん、ちょっと待ってます、うん、で今から買い物行きたいなと思います。その映像いきます。 3,2,1 どうぞ、ズドン。はい、ではね中に入っていきたいなと思います。いつも初見やからマジで何かわからんまま買ってるよね。あ、後ろに、はいはい、見て、フカオネオネのなんか特別バージョンみたいな。へえ。サンダルとか。いらっしゃいませ。山本さんね。うん、YouTube で。何度も出てきてるけど。山本さんの実家行きましたよ。マジっすか？パン屋。あのパン屋さん。ちょっと上見させてもらいます。はい、どうぞどうぞ。すごいな、サンダルとか。コロンビアもある。あのコロンビアおしゃれやな。あれなんか、まあインスタで載ってましたよね。あれ、そうです。アトモスかなんかの。ね。あ、コラボなんや。うん。あ、お邪魔します。マウンテンライト、うんうん、あ、こんな色やってんや、マウンテンライト。おい、すごい、見たことなかったから。これあるやつやな。ブラック、デニム、うん、カモ、カモブルー。春結構ブルー出るよな。うん、なんか前よりもなんかドラえもん味が増してるね。確かに。もうちょっと薄かった佐川なんだよな。これブラックで、これが名前忘れた。ニュートープ。すごい派手。登山とかやってもいいんじゃん。派手だな。確かに。でも君の場合髪色もそれだからさ、もうキャッチよ。やりやすいみたいな。いい店ありますよ。本当に。行きたい。女の子も言いますね。可愛い女の子。嫌だな。あ、おはようございます。お願いします。お邪魔します。お邪魔します。イケメンの。前ちょっと動画出させてもらいました。長井勝に乗って。店長さんですよね。店長さんですよ。アパレル。店長さんってちなみにおいくつですか。見えへん。さっき言ってたんですよ、車で。で27ぐらいちゃうって言って、僕30かなと思ったんですけど。子供3人やって。やば。めちゃくちゃイケメン。ねえ。もうタック映してない、ずっとこのテイちゃんさん映してる。すいません、ありがとうございます。やちょっと驚きや、驚きのあまりもう入ってこない、うん、って言いながらもパタゴニアもあんねんけど、ね、バギーズとかも入ってきたんですか。行きますか。いや、今年若干変わったんですよ。あ、ですよね。ブラジカさんも実家ねなんかリサイクルのやつになってますよね。全体で生地感もちょっとなんかマット。確かにちょっと分厚なフランスなんですね。なんか模様、ロゴも変わったんだね。そうやね。そのリオのリーグそのもので、これもでしたよね。これもそうで、これがマイカラーで、ね、普通の初の、すごい、キュートみたいな。去年あんま変わらんかったですね。そうです、はい、今年結構変わってきて値段も若干上げられましたね。あ、そうなんや。バーゲンショーって7200円とかぐらいでしたもんね。あ、7900円。確かに700円ぐらい上がってなかった。よかった、あったな。よかった、たくさんあるね。うわ、ちくしょう、もうサイズ俺 XS 測れへんから、もう M とかになるな。痩せな、無理や。これは買おうと思ってて、もう。あ、そうなんだ。どっちにしても何色買うの。これそれかわいいね、マスタード。うん、一回履いてみたら、だいぶ腰回りやばいよ今。そっか、私今日びっくりしたもん。そっか、朝一回履いてみ。わかった。うん、すいません、ちょっとだけ履いてもいいですか。あ、どうぞどうぞ。店長さん39って。いや、見えない、マジで見えない。やっぱ S でしょ。え、 S でしょ。 S だな。久しぶりにちょっと見ると面白いね。足もちょっとポチャしたね。ちょっとね、うん、ありました。 ありました、ありがとうございます。すいません、お帰りなさいませ。はい、サイズやっぱ S で良かったです。良かったです。すみません、これお願いします。はい、ありがとうございます。こういう色味もさ、いいよな。うん、このワッペンがちょっと違うやつだね。可愛いね。で、逆に同じやつもな。うん。あ、素材変わってるから。そう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 。
ちょっと比較としていいかなと思って、うんうん、確かに同じやつは黒とかにしてみる、もう色結構あるからさ家に、確かに洋服履くやつでいいんじゃない、なんか去年もっと蛍光っぽい感じだったかな、一緒かな、違う、あ違うんだ、これマンゴー、去年マンゴーやったけど今年ちょっと薄い感じになってる、これもいいじゃん、うん可愛いじゃん、なんか T シャツ汚れてる、さっきな、うん、歯磨いてる時にな歯磨き粉とんねん、ここやだぶつかったから君とぶつかったやん、ああはいはいはい、あの時に歯磨き粉とんだよ、あそうだったんだごめんなさいね、ずっと首振られてる僕で絶対に合わないから、今年こんな感じやねんって、へえ。ザ・夏って感じよね、うんうんうん、でじゃあ向こう見ましょうか、あ、はい、T シャツこれ去年そうそう買ったやつ、買いましたよね、うん買った買った、そうそう一緒のやつ、懐かしいな、可愛いよね、こういうのとか、うんうん、やっぱ夏といえばこうパタゴニアとかになってくるよねやっぱり、うん、このロゴ T もすぐなくなるから、うん、確かに、私ニューアライト白持ってるけどやっぱ使い方いいもん、うん確かに確かにしか言ってない、パラブーツもあんねんな、下わしには分からんけど、なんかブーツバブアのオイルとか、バブアってあの女子受けあんませんへんけど男子が好きな、手にフィントがあっちゃう、おすごいね、そんなのもあるんだ、コーチジャケット、はいはい、だって去年こんな感じの買ってんねんな、茶色じゃなかったコーチジャケット、そうそう茶色のやつ、めっちゃ可愛いね、それやっぱそういう柄可愛いよね、うん、うん、分からない、分かんないか、マウンテンリザーチュチュこれプリント系やな、ここは、うーん、これやっぱ顔がさあんま似合わんねんな、プリント系が、確かに、けどこういうのは可愛いなと思う、可愛い、あめっちゃ可愛い、それも好き、すごいデザインだね、塗ってない、その両方取ったと先にはどうしたらいいんだろう、あまたそこでつなげれるんだ真ん中で、これだけやったら、うん、ちょうどこの胸毛が見える、ああいいのか悪いのか、あこっちはロングがあるんですね、あへえ。ロングはこの柄や今年、へえ可愛いじゃん、うん可愛らしい、トラックかな、うん可愛い、子供の柄にもありそうだね、うん親子とかで合わせんじゃんあーいいね、あこれやろ、あそれかな、わかんない、あそれそれ、これはこれ持ってるやつ、うんこれ可愛いじゃん、あるね、うん、あそういうあのサラサラのやつか、そうそうそう、麺じゃなくてバンダナもあったか、うーんあった、え普通 ロングだったよね、赤のあれし半袖や、半袖俺は持ってんのは、あ本当？この色も可愛いけど、うん可愛い、私もパンツ欲しいんだよな、あそうなんや、うんなんで、だってもう1枚しかないから、あのこれ何のパンツやろう、ノースじゃないの、バーサタイルか、バーサタイルもう出てんの、バーサタイルショーツや、うーん早っ、もう出てるやんチェックしとかないと、すいません、ちょっとオレンジ強いな、うん、あのそれこそパタゴニアのあれ似てない、あ似てるかも、俺何履いとったかな、 L か XL 履いとったような気がするな、で私ももらってるよ、なんかネイビーのやつもらってる、だし君とか M とかやねん、さらっとおけつでかいことばらさないでよ、お、オーバーサイズで入ってる、ああ、ありがとうありがとう、これどう、これバーサタイルパンツやな、これのロング版、よく履いてるやん、ダボっとしたやつ、え私が欲しいやつ、うん私が欲しいやつだね、でも黒これ1個しかないね、もうそれ持ってようか、マウンテンレインテックス、お、なんか色味薄いね、うんこんなん出とってるな、こういうイメージあるよな、あーかわいいじゃん、LLB もあんねんて、 LLB ん、うん最近知ったやつだ、ほなじゃあこれにしよう、一回履いてみな、あこれ T シャツだ、うんうん、あそのポッケのやつかわいいね、これそのタグがついてる感じ、このポッケとかに、これうんこれ、うん、あかわいい、でこれパーカーとかやな、この辺は、うんうん、あ、棚できてんな、あ、ほんとだ、このネンプル可愛いの、丸だ、
クッション。あ、これクッションか。どう見てもクッションよね。クッションだね。うん、クッションだね。どう見ても。これ長袖かな。ん？あ、長袖かね。長袖じゃない？あ、トレーナーみたいな感じだな。ん？ちょっとトレーナーっぽい感じ。あ、ちょっと分厚いんだ。うん。ロンティーではないけど、あ、ロンティー？ロンティーっていうかトレーナー。うん。ラグかわいいぞ、オフィス用に。あ、かわいいね、あのラグ。いいじゃん、これ。あ、その色が一番かわいいわ。これでもどこに敷くの？入り口？うん、でも結局荷物あるから邪魔なんだよな。知らんな。後で店長さんに聞こう。うん。子供おったらな。あ、めっちゃかわいい。こんなんとか。T シャツもちっちゃいな。かわいいね。おるね、こういう子かわいい。あ、一緒だね。これじゃあ。パパとお袖履けるやん、うん、これもあったで、この柄。これショートだった。バニラショートの方であって、はいはいはい、こっちはロングの方だった。へえ、お揃いできるね。子供のやつも結構いいね。なその49だ。結構するね。すぐサイズアウトするのに。ワンシーズン使い切り。大人とは分けちゃうから。大人はずっと履くから。親父はなずっと履くんやけど、親父はずっと履くけどさ、子供のためって腹にも。確かにパタゴニアおそろ多いんだね、そう考えたら。ああ、ノースもあるけどな。そっか、それかわいい。これじゃあこれ、これうん、俺こっちそっちもかわいい。って言ったって俺ら、なかなか使う機会ないからな。私が毎日ベッソファで使ってるよ。ソファで。うん。そしたらこれ店長さんに何か聞いてみる。はい、聞いてみましょう、うん。でね、これ何 なんですかね、このブランド。アンダルシアの元々の釣りで有名なブランド。釣りなんや。結構ね、服屋とやってます。へぇ、まあまあの、そのハイブランド服屋さんがあって。あ、そうなんだ。あ、すいません。まあでもこんなもんですね、サイズは。サイズぴったし。ぴったし。うん。ゴアも帽子あんねんな。ふん、これゴアテックスって書いてある帽子。あ、強いじゃん、最強じゃん。釣りとかする人は最強じゃない。だってウレちゃんメンブレになってる。いや、よくわかんないけどすごい。普通帽子ってさ、もっと布やんか、うん、じゃなくてこうちゃんと弾くようになってんの。へぇ、コーデュロイも選んだし。コーデュロイってそこ生地の名前じゃないの。そうや、生地の名前。じゃあ布って書いてるのも綿100みたいな。そうそうそう、コット 100% って。これもそう、ナイロン防水ナイロンって書いてるのと一緒やねんけど、それがゴアって言っちゃったらかっこいい。そうか、うん、アピールな。まあ、これナンガとかブランドやけどな。はいはい、これ私も今日ナンガよ。あ、ほんまや。うん、こちらサンダルずらーっとありました。あ、さっきの、さっき履いたショーツのブランドだこれ、釣りって言ってた。あ、ほんとだ。ちょっと帰って調べよう。うん、店長さんもなんかいいって言ってたし。これ靴な。これあるね、木。あ、あるね。あるね。別にある。これもベランダにスーパーボールみたいな。スーパーボールみたいなあるね。色味だね。シャカもあるね。シャカシャカ。ウーホスもあるしやな。ウーホス。結構みんなもう何足も買ってるって言った。うん、安すぎて。安いしいいから。確かに。部屋用とか、なんか職場用とか、うん、うちもあるやん。私も欲しいもん。あ、そう。ベストマイサイズを。ベストマイサイズね。うん、私全部タックンのサイズだから。お下がりね。お下がり。あ、でも結構あれなんや、コットンじゃなくて完全ナイロンみたいな感じなんやな。じゃあもう陸、じゃあ海みたいな。海も行けるやろうけども、もうなんかキャンプとかアウトドアっぽい感じっていうか、速乾性もあるんちゃうかな。乾きも早いで、紫外線もカットって書いてある。最高じゃん。最高かどうか分からないと。こういうもう黒しか着いひんような人はワンポイントありやろな、うん、こんな感じ。これまた見たことないな。うん、キャップめっちゃ書いてある。お、すごい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 。ショーツもない。あのボクサーが履いてるパンツみたいじゃない。ああ、昔のな。あ、ワイドシンクもあるやん。あ、すごいバイキンマンカラーだね。あ、持ってよか。あ、いいよいいよ。いい。うお、すごい派手。わお、どうしたどうした。スティすごい。でもね、似合ってるよ。こういうの俺派手なん結構合いやすいもんな。でもすごい近寄りたくない、一緒に歩きたくない。堀西のなんかちょっと違うファンじゃん。なんか絵が描いてあるね。限定バージョンかな。
こんなのあるよ、なんかチャームスの開け、遊び心。へえ。カタログや。うん。キャンプの時やっぱ映えるんやな。確かに。可愛いし、一個一個。うん。あ、俺こんなやつこの前買ってなかった？違うね、これでも。ちょっと違うか。でもこれもな、いいなと思っててんな。あ、そうなの、なかった？もうなかった。あ、これ可愛いよ、こんなん。え？こんなん。なんて書いてんの、これ。みかん。みかん？みかん。みかん？あ、オレンジやから？かな。独自のブランドちゃん、これ。オレンジアウトドアショップって書いてある。社長、写しておきましたよ、これ。社長。しっかり映ってきました。みかんっていうブランドですね。本当にそうかな。いや、わからん。でも関連性ありそうじゃない。確かにみかんだもんね。僕 M です。 M ね、はい、一回履いてみましょう。でもでももうええわ、時間かかるし。何色買った？いっぱい買ったね。めっちゃ綺麗この色味ね。え、綺麗ね。はい、あ、はい、はいはい、あ、ありがとうございます。撮影しました。はい、ということでね、無事購入させていただきました。あの、久しぶりの買い物動画ということでね、どうでしたか？あ、楽しかった。いっぱいあったね。ちょっと今からね、ラーメン食べに行きたいなと思いますので、まあ、ラーメン食べに行って、はい、で、また動画とかね、また踏切もなったから、あの、踏切待ちじゃなかったらここで終わりたいなと思います、はいはい、ではラーメン行きましょう。レッツゴー。ラーメン。あ、うまい。うめえ。